フアナでポルトガル、または、フアナでアビスやアラゴンは、カスティーレオ・エンリケ4世の2番目の日。父は、ポルトガルオ・オード・アルテ1世、母は、王妃レオノールデ・アラゴンで、父の死後に生まれた罰子である。ポルトガル名はジョアナ。兄に、アフォンソ5世、姉に新世ローマ皇帝フリードリヒ3世の皇后、レオノールがおり、またエンリケ4世とは互いに、母方のいとこに当たる。 エンリケ4世は即位以前の1440年に、自身にもフアナにも重視にあたる、アラゴン王フアン2世と、ナバラ女王ブランカ1世の娘ブランカと結婚していたが、一切成功渉を行わないまま、1453年に、ローマ教皇ニコラウス5世の承認を得た上で、離婚した。即位後の1455年にエンリケ4世は、新たな日として、フアナを迎えた。 1462年に王女フアナが生まれた。しかしこの娘は王妃フアナが愛人の初代アルブルケルケコーベルトランでラクエバとの間に設けたのではないかと疑われ、ベルトランの娘を意味するフアナラベルトランエーファのあだ名で呼ばれるようになった。フアナは他にも多くの愛人を作り、夫エンリケ4世は彼女を宮廷から追放した。カスティーリアペドロ1世の彦である、 ペドロデカスティーリアイ・フォンセカとの間に彼女は二人の非政治を設けた。そのため、エンリケ4世はフアナを離縁し、その後フアナはセゴビアの修道院に入った。フアナは1475年にマドリードで死去した。ありがとうございます。